下を向いた状態でアイロンで内巻きにする。これどうなるか分かりますか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回はアイロンの巻き方についてご紹介していきます。このね、ヘアアイロン、皆さん使われてる方も結構多いかなと思うんですけど、だいたいね、こう使う時ってもうこの状態で内巻きに巻いたりとかね、使われると思います。で、今日ね、ちょっと冒頭でお伝えしたように、こう下を向いて巻いたらどんなヘアスタイルになるかっていうのでね、今のヘアスタイルって結構レイヤースタイルって言って、ちょっと段差を入れてたりとか、顔周りを結構短く切られたりとかする方も結構多いかなと思うので、そういった方はね、ちょっと下を向いて巻いてあげるとよりね、おしゃれに仕上がって、少しね、簡単にヘアスタイルが決まるかなと思いますので、この方法ぜひ参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。はい、それでは始めていきます。でまずね、こう下を向いていただいて、サイドの髪の毛ね、耳から前ぐらいの髪の毛でいいと思うので持ってきて、ちょっと下を向きながらね、コテで内巻きに巻いていきます。だいたいワンカールぐらいでいいかなと思うので、1回転ぐらい巻いて、で外していきます。こんな感じで、この部分もちょっと巻いてなかったですね、すいません。次にね、この後ろの部分前に持ってきて、同じようにもう毛先だけでいいので内巻きに巻いていきます。で、この状態で頭を上げると、こうすると綺麗にレイヤーが入った感じの巻き方が綺麗に出ます。通常に巻くよりも簡単にね、こういった感じで段差が出るような巻き方に仕上がります。通常にね、巻いても全然いいんですけど、多分一つずつこうやって巻いていかないといけないですし、通常に巻くんだったらこれを思いっきり前に持ってきて、で一緒にこうやって巻かないといけないんですけど、結構角度的にだったりとか、あんまりね、こう左右対称にならなかったりもするかなと思うので、なるべくね、こうやって下向いてサイドの部分を全部前に持ってきて、一緒に内巻きに巻いてあげる。なので、この髪の毛がこう下を向くとね、自然に降りる位置で巻いてもらえたら結構簡単にできるかなと思いますので、個人的にはね、こうやって下を向いて内巻きに巻くことをお勧めします。後ろの部分も、自然に前に持ってきて、あまり引っ張らなくていいかなと思いますので、こういうふうにカールをつけます。通常の位置に戻して整えていくと綺麗なレイヤースタイルが決まります。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。下を向いて巻くだけで結構綺麗なレイヤースタイルが決まりませんか？このね、顔周りやっぱり結構短く切ったりとかしてる方に関しては、ちょっとね、下を向いていただいて、降りる位置で内巻きに巻いてあげると、こんな感じで綺麗に巻けるかなと思いますので、ぜひね、レイヤースタイルやられてる方、よかったらやってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。